例えばね、発酵物、味噌とか、塩麹とか、納豆とか、ヨーグルトとか、チーズ、バターね、発酵物、あとお酒、ね。あとはカレーとかね、おでんも、さ、発酵してるよ。ね。ラーメンとかとんこつラーメン、発酵してるよ。何やろ、海がね、発酵してるやん、あれ発酵臭やねん、海の匂い。塩臭いの、塩臭いとか。塩水より臭いでしょ、もちろん塩水は。食塩水、水に混ぜると臭くないでしょ。でも海は臭い。漬物水やん。塩水でいろんなものが漬物になってる。サンゴの精子とかな。な、発酵してるわけ。で、結局その、発酵物体にいいの？細胞にめっちゃいいの？なんでって。で、殺すから。菌を殺す。味方の菌が敵の菌を殺す。味方の菌がウイルスを殺す。そして、でも死んじゃう。除霊効果がある。なぜか。あれ？実はな、やっぱりそこ、あれ？ひょっとしてと思ってん。今回も、やっぱり。じゃあ、どうやって最近ウイルス？ってことは、ウイルス、じゃあ、最近ウイルスに知性あるんや。あ、そういえば細胞だから、最近の方がね、細胞だかって宇宙みたいにね、とか、今回も言っちゃって。中にワンセット、地球とか宇宙とかあるんじゃないかと。じゃあ、知性だってあるよね。まあ、少なくとも地球が細胞の中にワンセットどこにでもあったら、この細胞は知性ってことあるんじゃないかと思った。その通り。あなた方の細胞にも合うの。封印されてるだけ。どうやってって。しめ縄でいいの。うちに関するもの、しめ縄、あんまりしてん。してるとこもあるね。あんまったりする、困るところ。あんまったりする、困らんところ、しめ縄してない。で、うち以外は結構しめ縄されてるはず。天皇家はしめ縄してない。だから天皇家、えらい自由にやっとん。それだけのこと、皆さんの、氏神さんも、しめ縄外したら、天皇家に拮抗するよ、もちろん。天皇家で強いと思ったね。天皇家って、何枚かされてるんだよ、実は。うちも、あんまからするから、うちも、しめ縄してるとか、まあ、めったにない。でも、あるよ。やっぱりあんま嫌いよとか、しめ縄してあるから。だから、そこ攻撃したらあかんねん。その地域の独特の事情があんねん。あんまからして、そこ行ったら負けたりする。ことがあるんだ。なんで、キツネのなんか帝国があったりな。でも、周りとも、またキツネしかも、あなた、神社の神社が外したら、もう、大変かな、始まるし。レイラインとかの問題もあれば、そこだけなんか東京の正気が、全然離れたそこで、なぜか出てくるから、あのテラス、あの神社だけもう、神社が外れみたいな、こともあるから言ってんの。で、全く、その村人が負け、のケースもあるからな、一概で言われて。だから一概処理したらあかんの。しかもどこの神社か知らんし、いなくなったよ。もう忘れちゃったよ、そんなことあったよな。どこだったか、それが。だからそれが本当に余ったらその神社、わからんやろ、君らには。余ったらその神明書いてなくても余ったらその神社やってる。余ったらその神明書いてるから、たまったらその神社とは限らへん。あ、お前がそれやろ。っていうのをビューンって来たけど、パーンかじかじ。でな、結局、発酵物が苦手なのは、神みんな発酵苦手やねん。え、神と酒使うの、発酵物えらいよ、使うの。神との神は怖ないの、発酵なんか。じゃあ、私たちすごく立派で尊い正義の神なんですけど、納豆をもしあなたが食べたら、私たち急に、いやらしくなるんです。って、うわ 神本当に。狐がひどい目に遭いました。でも私たちその狐にひどい目に遭ったんです。あ、狐はひどい目に遭って、で、この人たちは狐にひどい目に遭ったから、すごくひどい目に遭ったわけだから、すごく気の毒で、だから立派にもなりました。なるほどな。 な、でも納豆を食べたら嫌らしくなるんですが、納豆が悪いんです。なんで？
もっと納豆を食べて、いやらしくなりませんか？ならないの？元気になること。それです。元気になっちゃいけないんだ。これジャスカ時代に食らった、この技。ここからこれ信じてやろな。だから納豆が悪いんです。納豆がいやらし菌なんです。いやらし菌だから、あなた肌白いでしょ。いやらしいと肌が白くなるんです。やだ。私、いやらしいと思われてるの？白い肌のまま歩いたら、なんかスキルの言葉がかけられるでしょ。それは白い肌が。虫歯があるんじゃないでしょ。白肌の人の細胞の中では、毎晩。みたいな。わ かるやろ。だから納豆はやめてください。もし納豆食べたらどうなっちゃうの？あ、そうだ。ぬめり気なくしたから、お味噌汁に熱湯で炊いて、お味噌汁にしたら大丈夫。味噌が納豆をまた復活させてしまう。意欲たるな。エクスカリバー。ドリンク剤に行きたくない。ドリンク剤も嬉しいよね。しかも、ドリンク剤にエクスカリバーがあったかしら。何？とにかく納豆ダメなの？はい、ヨーグルトもダメです。私たちがよろしくお願いします。どんなふうに安くなるの？でもあなたたち夫婦でしょ？そうです。じゃあいいじゃない。どういうことでしょう？わかんないけど。あ、でも、あの、納豆ならいいよ。ねえか。正義の夫婦。アスタの上に、もしかかり、家としたらなったアスタをサンドイッチしてた。ちょっと何やってる。あなた納豆食べたでしょ？いやらしく食べた。あなたたちが悪いんじゃない？それ。いや、納豆です。納豆が私たちを変えた。納豆が私たちをこんな悪魔に。無垢だからこそ狙われるんです。じゃあ、なんで夫婦なの？私たち夫婦によって身を守ってます。本当兄弟なんです。で、これなの？これ、私はサンドイッチするの？兄弟夫婦で。納豆のせいです。ちょっと納豆のせいにしすぎてない？冷静に喋ることしかも、それしながら。やめてください。やめてください。あなたたちがしてるんでしょ。納豆は嫌らしいんです。甘納豆？甘納豆でこれなら納豆を食べたらどうなの？多分あなたの子供がキツネになります。キツネなんかやっぱり。黙れー！ キャー！何これ再現してるよ。めっちゃ再現してるよ。もし納豆を食べたらどうなるか。お前は一生娼婦を、これから始まる。これから、あ、ぼよ。虹の帝国はいやらしい狐の七匹のほら、が、とわえ。とわにとわえもわってなんで、それ。何これ、狐の、何これ、狐の。なあ。大変やね。納豆食べたら白い肌になりますね、これ。やめて、そんな白いのか。みんなおかしくないんです。じゃあ、その、私が納豆食べたらダメなんて。だから、あなたたちが納豆食べたらどうなるの？おかしくすぎる。私たちが納豆を食べたら、その時は、あなたが私たちに、好きでなことを私たち兄弟夫婦に、それ、ダメね。なんかこんな小さい形にしてたのに、小さくないです。これはよくカリブ島の姿。もうカリブ島の姿。島の気をしろ。なんか思い出そう。白ばっかりじゃないですよ。詳しい撮影かどうだ。なんて韓国やろ。なんかわかんないから納豆食べてみた。消えちゃった。ごめん。納豆食え。